イジの後はやっぱりこれだよね。ミオちゃん、いい装備見つかりました？いや、目移りしちゃってさ。いっぱいあるとつい迷っちゃいますよね。ねえ、次の仕事をどうする？何かいい依頼が見つかればいいんですけど。そうだ、それよりさ、見て、これ二人とも。ほい。アイドルライブ開催？アイドルって何でしょう？歌って踊ったりするみたい。ねえ、シブリン、行ってみない？アイドルね、別に興味ないかな。だって私たち冒険者なんだから。あ、ちょっと待ってください。リンちゃん、シブリン、主様、こちらです。こちらから聞き慣れぬ魔物の声が。教会からの依頼にあった新種の魔物、どんな味か楽しみです。ちょっとペコリーヌ、言っとくけど私は食べないからね。キャルちゃんってば、ご飯はみんなで食べた方が美味しいですよ。それともダイエット中ですか？そうじゃなくって。皆様、どうかお声を低く。魔物らしきものの気配が近いようです。それとも巨大化したマリモが歩き出したのか。まあいいわ、さっさと倒して依頼解決よ。援護いたします。主様、私たちの強化をすりつぶしてお餅にしちゃいましょう。いきますよ。にゃにゃにゃ。主様、どうかなさったのですか？にゃーにゃー。どうやらそのようですね。怯えるばかりで反撃の意思もない模様です。無害な魔物って言いたいわけ？どうかしらね。油断したところにいきなりグサーッとか攻撃してくるかもしんないし。ピニャニャピピー。
この子の言葉がわかるんですか？主様、そのような特技をお持ちだったのですね。本当に底知れないお方です。あなたがこの子を見逃してあげたいならいいですよ。私としては味見してみたい気持ちはありますが。私はもちろん主様に従います。ですが、その場合は当然ではありますが、依頼は失敗となってしまいますね。はいはい、分かったわよ。こいつのブサイク面と間抜けな鳴き声聞いてたら、向かい合ってるのもバカらしくなってきちゃったしね。キャルちゃん優しい。もういちいちくっつくな。それより聞きなさい、そこの緑のブサイク魔物。にゃあんた、今日は見逃してあげるけど、もし人に迷惑かけるようなことしたら、今度こそ串焼きにしてこの食欲バカ女に食わせてやるんだからね。串焼き、いいですね、ジュル。マニャー、ミニャー。では、町に戻りましょうか、優しい主様。魔物さんを食べそびれてしまったので、私もうお腹ペコペコですよ。早く帰って定食屋さんに行きましょう。ちょっとコラ、一人で突っ走るんじゃないわよ。にゃ、ふむふむ。どう、コロスケ、そっちなんかいい依頼はあった？迷子の犬探してください、ベビーシッターお願いします。畑を荒らすゴブリンを退治して、瓦礫撤去手伝い募集中、よりどりみどりですね。なんかどれもパッとしないわね。そうでしょうか、皆様のお役に立つことであれば率先して引き受けて良いかと思うのですが。ったく、このいい子ちゃんが。それじゃあ私の心が貧しいみたいじゃないの。まあまあ、ケルちゃんが優しい心の持ち主ってことは私たちはよく知ってますから。それよりケルちゃん、あそこの張り紙なんかどうですか？ああ、どれどれ。私たちをアイドルにしてくださいと書いてありますが。はあ、何それ、意味わかんないし。っていうか、ギルドの掲示板に貼る依頼か、これ。アイドルって歌ったり踊ったりするあれですよね。面白そうじゃないですか。そりゃ見る分には面白いでしょうけど、でも無理ね。依頼として引き受けられるもんじゃないわ。にゃ、おや、あそこにいる緑色の方、あれは昨日の。もしかしてついてきちゃったんですか？にゃ、ちょっとダメよ、勝手に掲示板から紙を剥がしちゃう。あの手の形状でどのように紙を掴んだのでしょう。意外と器用なのでしょうか。おや、ピンニャ、何受け取ってん
のよ。それさっきのアイドルにしてくださいってふざけた依頼の紙じゃない。もしかして私たちにこの依頼を進めてくれているつもりなんでしょうか。にゃピニャーじゃないわよ。戻してきなさい早く。持ってたらその依頼を受けるつもりって誤解を。私たちが貼った依頼の紙を取ってくれてるよ。ちょっとミオ、声が大きい。もしかしてあの依頼を引き受けてくれるんでしょうか。ゲゲ、なんか嫌な感じの流れ。はじめまして。私たちその紙を貼ったニュージェネレーションズっていうギルドのものなんですけど。お腹ペコペコペコリーヌです。はじめまして、ギルド美食伝です。私はコッコロ、そしてこちらは主様です。うずきです。はじめまして。ミオです。よろしくね。あ、で、こっちのクールなのがリン。あなたたちが依頼を受けてくれるわけ？依頼ってそのやっぱり。はい、せーの、私たちをアイドルにしてください。ごめん、それ無理だわ。初めて見たけどすごかったね。アイドルのライブってやつ。はい、カルミナも他のアイドルの子たちもとってもキラキラしてましたね、リンちゃん。うん、まあ思ってたより悪くなかったかな。お、最初は行くのも渋ってたシブリンさんも随分変わりましたな。それだけ今のライブが良かったってことですよね。アイドルすごいな。うん、二人とも浮かれすぎだよ。明日はまた朝から依頼探しに行くんだから。もうシグリンさんは素直じゃないですな。私なんて今日は興奮して寝れそうにない。
シマムーン急に立ち止まっちゃって。あのリンちゃん、ミオちゃん、私思ったんですけど。何？その私たちもやってみませんか？あのアイドルっていうの。いきなりどうしたの？ウズキ、できるわけないじゃんそんなの。冷静に考えてみてよ。私たちついさっきまではアイドルのライブを見たことさえなかったんだよ。大丈夫大丈夫、なんとかなるって。また適当なこと言って。リンちゃん、リンちゃんは今のギルド活動に満足してますか？それは今やってる冒険者としての活動だって確かにとっても大事なお仕事だと思います。でも私は。ウズキ。ねえシブリン、私たちのニュージェネレーションズってそもそも何が目的のギルドだったっけ？そんなの目的なんて私たちには。このギルドには最初からなかったでしょ？うん、そうだよね。私たちは最初ただなんとなく集まっただけで、そのギルドの目的ってやつを探すために冒険者としていろんなお手伝いをしたり、いろんなところに行ったりしたんだもんね。私、冒険者以外にもやれることがあるんじゃないかって思っていたんです。だからリンちゃん、ちょっとだけでも構いませんから、私たちでアイドルやってみませんか？二人の気持ちは分かったよ。それじゃあ勝負しようか。それでリン様はパーを出して。私はチョキでした。ブイ。それで3人でアイドルをやってみることにしたんですね。なんだか楽しそうですね。やばいですね。はい、やばいです。その差し出口かとは存じますが、そのような決め方でリン様はご納得なさっているのでしょうか？まあ負けたのは私だし、それに冒険者をやってた理由も目的を探してなんとなくっていうのは本当のことだから、二人がどうしてもやりたいっていうなら付き合ってあげるくらいはいいかなって。ただどうすればアイドルになれるかわからないからってギルド管理協会に依頼を出してみたんだ。しかもそれに興味を持ってくれたのがアイドルについて全然わからない人たちだけって、さすがに行き当たりばったりすぎると思うんだよね。さすがシブリン、痛いところを的確についてきますな。ピニャーやーピニャー。ところでさっきから気になってたんですけど、その子はペット？違うわよ、そいつはなんか勝手にくっついてきてるだけ。ペットじゃないならやっぱり魔物なの？先ほどは
町に魔物が出たと騒ぎになりかけてしまいました。幸い駆けつけたナイトメアの方が主様のご友人だったおかげでごまかすことができましたが、森に帰れって言っても聞かないし、それどころかギルドハウスの中までついてくるし、何なのかしらねこいつ。でもおとなしくて可愛いじゃないですか。鳴き声もユニークですし。そうかな。さすがにここで飼うわけにもいかないですので、後で返しに行かなくちゃですね。あ、おにぎり食べます？いにゃいにゃ。それでこれからニュージェネレーションズの皆様はどうなさるのですか？私たちだけじゃアイドルになるためにどうすればいいかわからないですから。どこかのアイドルギルドに入れてもらうのがいいのかな。掲示板で探すのはやっぱり無理があると思うしね。えミオ、でもさ、アイドルってどこで会えるんだろう。カルミナの人とか今は飛空艇で別の大陸にツアーに行ってるらしいじゃん。いにゃ。どうしたんですか？この子またあなたに紙をくれたみたいですけど。今度はクエストの依頼書じゃないみたいね。なんて書いてあるの？失礼します、主様。これは第1回新人アイドルオーディション開催のお知らせ。新人アイドルオーディション？ちょっとごめん、その紙見せてもらっていいかな。求む新たな時代を築くアイドル、芸術と歌の都ムーサにてオーディション大会開催。優勝者には有名音楽家が手掛ける曲を進呈、さらには単独ライブなどの特典も用意だって。へえ、こんなイベントやってるんですね。でもムーサって結構遠くの街じゃない？ランドソルからだと多分1週間以上かかるわよ。途中に魔物も出るだろうし。開催日も近いようですし、間に合うでしょうか？そうだね、準備も何もできてないし、今からじゃ遅いんじゃない？でもジムリン、こんなチャンスめったにないよ。そうですよ、準備不足なことについてはリンちゃんの言う通りですけど。アイドルになるための準備ですか？何？こいつなんて言ってるの？レッスンって歌とか踊りとかのですか？確かにそうだよね。でもレッスンって誰から受ければいいのかな？にゃーピーニャニャニャー。いやちょっと本当に何この緑の。オーディションのお知らせだってどうして持ってたのか。ピニャピニャニャ。今度はなんて？
これがあなたのお名前なんですか？おいっすー、ペコリーヌです、ピニャコラタさん。というか、あなたってこの子の言葉がわかるんですか？そうみたい。ま、理由はわかんないけど通じるものがあるのかもね。間抜け面同士で。じゃあさ、じゃあさ、もし本当にアイドルになるための知識をこのピニャコラタ君が持ってるなら、主様が仲立ちすれば間接的に教えを請うことは可能ということになりますね。なんと！加えて申し上げるなら、基本的に町から遠く離れれば離れるほど魔物と出くわす危険が高くなります。今回はだいぶ遠出することになりますよね。時間的に移動しながらレッスンもすることになるから、護衛してくれる人雇わなくっちゃだね。そっかそっか。じゃあ改めて美食殿の皆さん、お願いします。力を貸してください。私たちがアイドルになるために。いいですよ、久しぶりにちょっと遠くに足を伸ばして食べ歩きツアー、楽しそうです。ま、引き受けてあげるわ。大して面倒な仕事でもなさそうだしね。精一杯サポートさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ほんと、何なのかしらね、こいつ。野営の準備できたわよ。警戒魔法を張ったから魔物が近くに来ればすぐわかるわ。ギルド管理協会から馬車を借りられたこともあって、ここまでは順調な予定ですね。ま、昼の間ちまちま歩かなくて済むのは助かるけどさ。それにしても、ワン、ツー、スリー、フォー、ピーニャニャピー。ごめんなさーい。
ワン、ツー、スリー、フォー。にゃあ、なーにゃ。そんなこと言われてもね。皆様、大丈夫でしょうか。馬車の中では歌の練習、夜は遅くまでダンスの振り付けとレッスンをなさっておいでですが。ま、体力的には平気でしょう。これまで冒険者として活動してたっていうだけあって、多少は戦いもできるみたいだし。やはり問題は準備の時間があまりないことですね。ムーサの町に到着するのはオーディションの1日か2日前。ほとんどぶっつけ本番のような形になってしまいます。そうね。でもま、それくらい本人たちも分かってるでしょう。それになんだか3人ともとっても楽しそうです。お帰りなさいませ、ペコリーヌ様。狩りの守備はいかがでしたか。はい、大量ですよ。えへん。ぎっ、あんたが担いできたそれって。ニュージェネレーションズの皆さん、お待たせしました。お夕飯ができましたよ。おお、いいタイミング。そろそろ休憩しようかって言ってたんだよね。ペコリーヌちゃん、ありがとうございます。なんだかすっごくいい匂いです。二人とも、あんまり食べ過ぎちゃダメだよ。この後もレッスンだし。っていうか、アイドルするならこれからはもっと体型にも気をつけないと。食べ過ぎたらダメだなんて。アイドルって過酷な職業なんですね。私にはとても真似できないですよ。え、そんなことないでしょう。それに私たちも今日はたくさん動いてるから大丈夫。ペコリーヌちゃん、今日のメニューは何ですか。はい、今夜のディナーはクリフォンのカリカリ揚げ、それにケイブスネイルのバター焼きですよ。で、やっぱり魔物料理になっちゃったじゃないの。私言ったわよね、買ってくるなら食べられるものにしなさいって。え、だから食べられますよ、ほら。ライドチキンだ。おっきいエスカルゴですね。見た目はともかく味は、悪くないかな。ほらほら、ケルちゃんも早く食べないとなくなっちゃいますよ。うわー、もう横着するんじゃなかった。明日の朝は私が調達に行くんだからね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。おペコさんってほんとすっごい食べるんだね。びっくりしちゃった。それほどでもないですよ。あれで、私の5倍かそれ以上は食べてたけど。深く考えない方がいいわよ。こいつの胃、穴あきバケツみたいなものだから。ところで皆様、レッスンの方はいかがですか。始めたばかりですけど、とっても楽しいですね、リンちゃん。そうかな。早くオーディションしてみたいな。ね、シブリン。どうかな。まだ全然できてないと思うし、早いんじゃない。にゃー、ピニャニャ、ニャニャピッピー。ん？ピニャ、今度はなんて言ってるの。
お立ち会いお立ち会い、楽しいアイドルショーの始まりですよ。ひにゃびにゃピニャコラタさんも楽しみですね。あ、この子は魔物じゃないですよ、着ぐるみですよ。なんだ、何が始まるんだ。アイドル、吟遊詩人と違うの？それとも大道芸人？10人ほどでしょうか。決して少ないとは申しませんが。まあちっぽけな宿場町って感じだし、娯楽に飢えた暇人が全員集まっちゃってる感じ。まったく昼間からいいご身分ね。あの人たちの前で私たち歌って踊るんですよね、これから。そうだよ、アイドルなんだもん。ほら、あんたたち、ちゃっちゃと言ってきなさいよ。あの緑のブサイクも言ってたでしょ、度胸は人前に立たないとつかないってさ。緊張なさるのは当然かと思いますが、どうぞ精一杯励んでくださいませ。音楽や照明は私とキャル様の魔法でサポートいたしますので。音響版もその音を大きくする魔法も準備してあるわ。あとはあんたたち次第よ。でもこんないきなり人前で歌ってこいって言われても。やっぱり私たち、そのやろう。シブリン？リンちゃん？今さらおじけづいてられないよ。遅かれ早かれやってみるって決めたんだから。そうでしょ？うん、そうだね。ありがとうシブリン、やるだけやってみよう。お、出てきたぞ。私たちニュージェネレーションズです。アイドル見習いです。よろしくお願いします。ゆいしくて可愛いね。よくわからんけど頑張れ。よし、行くよ。うん、しまうのは。逆よ逆、どうせへこんで帰ってくるんだから、下手に慰めるよりかは笑い飛ばしてやった方がマシってもんでしょ。ピーニャ、そうですね、最後まで頑張ってくださいませ。ニュージェネレーションズの皆様、
ニュージェネレーションズの皆様、ゲリラライブというものから戻ってきてこの方、ずっとあの調子でございます。皆さん、すっごく落ち込んじゃってますね。やっぱ私が笑い飛ばしちゃったのが悪かったのかしら。まあまあ、ケルちゃん、ご飯をたくさん食べてお腹いっぱいになれば明るい気持ちになりますよ。あんたはそれで済むんだから楽でいいわよね。ですが、ペコリーヌ様ほど極端でなくても、お腹が膨れると気が休まるのが生き物の性質です。村の方から分けてもらった食料もありますし、私、何か温かいものでも作ろうかと。あ、いいですね、私も手伝います。全然うまくできませんでしたね。そうだね。もしかして私たちアイドル向いてないのかな。そうかもね。で、どうする？どうするって？やめる？アイドル、これで終わりにする？やめるだなんて言い出したら、私一人でアイドル続けてたところだよ。シブリン？私だって恥ずかしかったし怖かったし、逃げ出したかったけど、見てくれた村の人たち、私たちに向けて拍手してくれた。お世辞とか慰めだったかもしれないけど、それでも、あの時は頭がいっぱいでちゃんと受け止められなかったですけど、それってすごいことですよね。そうだよね。なんだろう、体がすっごくムズムズするっていうか、早くまたやりたい。はい、私もです。うん、今度はもっとちゃんと。すごい興奮してる。でも嬉しそうなのかな。あ、皆さん、ったく、練習不足でゲリラライブやらせておいて立ち直ってくれて嬉しいじゃないでしょうに。可愛い顔してないわね。ブサイクな顔して随分なスパルタよね、あんたって。にゃー、キャル様、暴力はいけません。あのさ、ところで美食殿のみんなにお願いがあるんだけど。はい、なんでしょう。ご飯ならもうすぐできますよ。そうじゃなくて、もう何日かこの村にいられないかな。え？ピニャー、ピニャピニャー。
んはなんだか反対みたいですけど、確かにオーディションまで日にちがないのは分かってます。でも私たち、うん、このままじゃ先へ進めないよね。この村の人たちにもう一度もっとちゃんとアイドルを見せたいんだ。だからピナコラタ様がご心配なのもわかりますが、主様はこうおっしゃられておいでですし、私たちはオッケーです。この村のハチミツ料理すっごく美味しいですしね。ま、好きにしたらいいんじゃない。練習に集中できるように食事の用意くらいはしてあげるわよ。日程は確かに余裕があるわけではないですが、馬車を軽くしたり避けていた少々危険な道を使うことで、若干ですがムーサの町への到着を早めることはできるかと思います。本当ですか？コッコロちゃん、ちっちゃいのに本当にしっかりしてます。本当にね、ウズキにも見習ってほしいくらいだよ。片付け物とかさ。と決まったら早速レッスン再開だ。うん、うわすごい音。今の誰？シマム？わ、私じゃないですよ。うん、ごめん、今の私。食べ過ぎはダメですけど、食べなさすぎもダメですよ、リンさん。動きが悪くなっちゃいますから。うん、そうだね。気をつけるよ。それでは皆様、食事にいたしましょう。そして、その後は…ひにゃ！蜂蜜と牛乳、バターをお願いいたします。えい。あとあと、キラー B の蜂の子も。毎度あり。ちょっと待て、最後のはなし。魔物の幼虫なんか絶対食べないっての。いきます、全力全開プリンセスストライク。青き刃よ、敵を切り裂け。これで全部片付いたかしら。皆様お疲れ様です。どうやら歌声を聞きつけて魔物がやってきたようですね。みたいね。っていうか、あんたたち、なかなかやるじゃない。ひひん、ま、これでも冒険者してましたから。この辺の魔物たちをやっつけちゃえば、村の人たちもきっと喜んでくれますよね。よし、それじゃあいっぱい歌っておびき寄せよ。ところでリーさん、青き刃よって何ですか？おまじないみたいなものかな。ワン、ツー、スリー、フォー。
ーションズの皆様、たった数日で驚くほど上達しましたね。そうね、素人目の私たちにも分かるくらい上手くなったと思うわ。うんうん、やばいですね。あのゲリラライブがよっぽどいいきっかけになったんでしょうか。まるであれをきっかけに何かスイッチが入ったみたい。っていうか、本当。5678ピッピッピニャー。あの緑のブサイク、一体何なの。あんたたち、ムーサの町でオーディションってやつに出るんだってね。頑張ってこいよ。応援してるわ。ありがとう。行ってきます。想像より大きな町ですね。それに目抜き通りはお祭りのようなにぎやかさです。でも町の規模はランドセルの半分もないくらいかな。要するに私たちみたいなよそ者がたくさん来てるってことでしょう。お、だから町の手前に馬車がたくさん止まってるんだね。でも、これだけ人目があるとピニャコラタさん目立っちゃいそうですね。
騒ぎになったら困るけど、馬車の幌の中でじっとしてれば大丈夫でしょう。ではすみませんが、そちらでお待ちくださいませ、ピニャコラタ様。どうなさったのですか？って、何これ？おかしな顔ですね。ピニャコラタのやつに近い、すっとぼけた波動を感じるわ。でもどうして地面から顔が生えてるんでしょうね。動く気配はありませんけど。そいつかい？そいつはね、つぼみちゃんだよ。つぼみちゃん？ああ、そうさ。守り神ってほど上等なもんじゃないがね、ずっと昔からこの町を見続けてるシンボルみたいなもんだよ。そうなんだ。ところで、ご婦人は？頼まれてもないのに町の案内をしてる暇なババアさ。あんたたちアイドルオーディションを受けに来たんだろう。おばあさん、わかるの？そりゃあね、この時期にこの町に来るのはオーディションを見に来た見物客か、オーディションに参加するアイドルのつぼみのどっちかさ。つぼみ？お嬢さんが6人か。なら6人でユニットかい？はあ、そんなわけないでしょうが。私たちはただの護衛ですよ。おや、そうかい。もったいないね、器量のいい子たちばっかりなのに。ま、とにかくだ、オーディションに参加するつもりならここをまっすぐ進めば大きな円形劇場に突き当たるから、そこで参加受付もやってるよ。ただ急いだ方がいい。私の記憶が正しけりゃそろそろ受付時間もおしまいのはずさ。うわあ、急がなきゃ。ありがとうございます、おばあさん。すみません、それじゃあ私たちこれで。頑張ってな。アイドルか。キャルちゃん、行きますよ。はいはい、今行くわよ。間に合ってよかった。私たちがちょうど最後の登録だったみたいだね。本当にキリヒリですが、参加資格は全て満たし、事前選考も合格でしたので、あとは歌唱とダンスを審査するオーディション本番ですね。はい、頑張ります。うん、それじゃあ私らの仕事もこの辺で終わりかしらね。どうしてですか、ちゃん。私たち合格できるかわからないのに。だって合格できなかったとしても、ぶっちゃけあんたたちはもうアイドルだと思うもの。私の見る限りじゃね。そうですね、キャルちゃんの言う通り、アイドルにしてくださいっていう皆さんからの依頼はもう叶っちゃってると思います。正確には私たちが何かしたというより、皆様が自分自身のお力で叶えつつあるのですが。いつの間に。私そんなにアイドルに詳しいわけじゃないですけど、でも皆さんと一緒にいる間、アイドルってなんだろうって考えてて、それで思ったんです。アイドルってきっと
歌って踊れるだけじゃなくて、見る人々を明るく励まして笑顔にする存在なんだなって、私の本当の務めにちょっと似てます。おペコさん、明るく励ます、笑顔にする、それってどこかで、ま、このバカの言うこともたまには正しいわね。そういう意味じゃあんたらもうアイドルのつぼみくらいには慣れてるでしょ。あ、キャル。ですが、もちろん私たちも皆様のオーディションの応援はさせていただきますよ。そうですね、もちろんバッチリ見ていくつもりですよ、皆さんが合格する瞬間を。うん、任せて優勝して3つの一番星になっちゃうんだから。うん、何あの子たち、もう勝ったつもりかしら、ちょっと気が早いんじゃない。あの人たちは？お、二人ユニットギルドのプロスペリティだ。今回の優勝候補じゃん、サインもらいて。優勝候補？ねえ、あんたたちもオーディションに参加するみたいだけどさ、大口叩くんだから多少はできるんでしょ。ならちょっと歌ってみせてよ。ここでですか？そうよ、ステージに立つ資格があんたたちにあるかどうか、あたしたちが審査してあげるわ。何を突っかかってきてさ、あんたたちこんな奴らの相手することなんてないんだからね。キャルキャル大丈夫。どっちみち本番前にリハーサルはしておきたいって思ってたところだしね。はい、行きましょう2人とも。では音楽魔法スタートいたします。ユニットだ、知ってるか？知らんけど、うまいな。村での経験を経て皆様ますます上達なさいましたね。もはや堂々としていると言ってよいほどです。そうね、でもなんか違和感あるわ。これ本当に上達なのかしら。ありがとうございました。おー、いいぞ、ジョーちゃんたち。決めた、これから押してくぜ、サインくれー私たち、ニュージェネレーションズをよろしくお願いします。お、思ってたよりやるわね、想定外の強敵だわ。調子に乗っちゃって、でも優勝候補筆頭の私たちが負けるはずない。そうよ、こっちは時間かけていろいろと準備してきたんだから。ふふんだ、こっちだって負けないよ。アイドルになろうって思ったのは最近だけど。え、最近ってどれくらい？1週間くらい
かな。1週間？嘘でしょ。一応本当よ。ちょっと前までは人前でろくに歌えもしなかったんだから。対策考えなきゃ。行くわよ。一週間って聞いたら驚いてたね。私たちやっぱり才能あるのかも。うずきさん、本当にミオちゃんの言う通り才能なんでしょうか。うん、なんだか違和感っていうか変な感じするよね。リン様も？うん、うまく言えないんだけど、例えばレッスンの時とかさ、歌う時の声の出し方とか体の使い方とか、新しいことを覚えるというか知ってたことを思い出してるみたいなところありますよね。じゃあミオさんも？言われてみれば、もしかして私たち何か大事なことを忘れちゃってるのかも。そんな気がしてきた。大事なことって何？シブリン。それはわからないけど、そもそもさ、ミオってどうして私のことをシブリンって呼んでるんだっけ？え？そりゃだってシブリンはシブリンじゃん。うん、リンは私の名前。ミオって初対面の人でもすぐあだ名で呼ぶけど、じゃあシブってどこから来たのかな？それは、どこからだろう。そういえばミオちゃん、私のこともウズキじゃなくてシマムって。でもそう呼ばれることに違和感は全然ないんですよね。ちょっと待ってよ、私別に理由があってそのあだ名で呼んでるわけじゃなくて、うん、だからその理由は忘れちゃってるんだと思う。多分他にもいろいろ。なんだかモヤモヤしちゃいます。ニュージェネレーションズの皆様、何か記憶をなくしてしまっているんでしょうか。忘れられる側も辛いですが、きっと忘れてしまったことに気づいた側も辛いですよね。やっぱりあの子たち、本人たちも知らない事情があったみたいね。鍵を握ってるのはあいつだろうけど、ちゃんと話を聞けるかしら。ひー、助けてくれー。あ、何？何を？魔物、こんな街中に。これくらいすぐやっつけちゃいます。いきますよ。あれ、どこ行くんですか？え、うわー、この魔物私たちを狙ってる。やば。主様、ニュージェネレーションズの皆様を守りましょう。
れで全部かしら。大したことなかったわね。皆さん、ありがとうございます。プリンセスナイトの力って言ったっけ。君の強化、すごいね。はい、すごいヤバいんです、この人は。えへん。本当、みんなにもオーディション会場にも被害が出なくてよかったよ。ありがとね。皆様、お怪我がなくてよかったです。ですが、先ほどはご記憶が不確かなことについて混乱しているご様子でした。その、大丈夫でしょうか。うん、それについてはまだ全然飲み込めてないけど。うん、でも今の騒ぎで逆にちょっと冷静になれたっていうか、今は思い出そうとしてしかめっ面をしてる時じゃないですから。そうだね、ステージに立ったら笑顔でいなくちゃ。審査員さんやお客さん、それにあなたたちが見てくれるんだし。うん、一瞬だって気は抜かないよ。どうやら私の取り越し苦労だったようですね。あ、オーディションそろそろ始まるみたいですよ。それじゃさっさと優勝してきちゃいなさい。うん。ちょっとちょっと、ファンの魔物使いにやらせた嫌がらせ全然ダメじゃない。使えないんだから。あの護衛たちやってくれるじゃない。でもまだ手はあるわ。そうだったわね。見てなさいよ、ニュージェネレーションズ、赤っ端かかせてあげる。それでは今回のオーディション大会最後のアイドルユニットに登場してもらいましょう。張り切ってどうぞ。私たちニュージェネレーションズです。出てきたね、あの子たち。素質は十分と見たが、パフォーマンスの方はどれほどのものか。さあ、手加減なしで審査してやるよ。あのおばあさん、審査員だったんだね。でも、やることは変わらないですよ。うん、精一杯、歌ってみよう。うん、何このイントロ。私たちが練習してた曲と違いますよ。音響版を予定と違う曲に変えてやったわ。私たちも知らないドマイナーな曲よ。歌いようがないでしょ。お願いシンデレラ、夢は夢で終われない、動き始めてる、輝く日のために。知ってる、この曲知ってる。歌詞も振り付けも全部勝手に出てくる。体が覚えてる。まるで何回も、うん、何百回も何千回も歌ってきたみたいに。ショート、あいつらめちゃめちゃ上手に歌えてるわよ。どうして。知らないわよ。そもそもあんた、あの音響版どこから拾ってきたの。さっきの魔物を止めようとした緑のブサイクな着ぐるみが落としていったんだけど。うわー、もしかしてあいつニュージェネレーションズのグルだったの。どうするのよ、優勝持ってかれちゃうわよ。今さらどうしようも
っていうか本当にうまいわね、あいつら。涙の後にはまた笑ってスマートにね、でも可愛く進もう。わー、すげーすげーや、これこそアイドルだ。ニュージェネ最高、ニュージェネ最高、ニュージェネ最高。あ、ありがとう。あんたたちすごいじゃないか。本当に新人なのかい？それは自分たちでも分かんなくなってきちゃったなんて言えないよね。貫禄すら感じた。まるでトップアイドルのパフォーマンスを見ているようだったよ。あんたたちなら最近噂のカルミナにだって負けない。この大陸で、いや世界中で一番のアイドルにだってなれる。ありがとうございます。でもあのおばあさん、私たち皆さん、あ、みんな、皆さんのライブとってもすごかったです。私感動しちゃいました。私も何やら目頭が熱くなってしまいました。本当に素晴らしかったですね。ありがとう。けどさ、どうしていきなり本番で違う曲にしたの？あんな曲全然練習してなかったじゃない。そうですね、私も少々それは気になりました。なのに皆様とても上手に歌われていて。ああ、うん、それが自分たちでも正直よく分かってないんだ。え、じゃあ誰かがすり替えたとかしたってこと？可能性はゼロじゃないかな。たまたま知ってる曲がかかって助かったけど。でもいつどこで覚えた曲なのか全然思い出せなくて。ふむ。あ、皆さんそろそろ結果発表だそうですよ。え、そうなんだ。まあ会場の盛り上がりや審査員たちの様子からしたら、どこが優勝か悩む必要もなかったってところじゃない？それでは早速発表いたします。今回の新人アイドルオーディション栄えある優勝は、え、何？なんか揺れてない？これも演出なのでしょうか。優勝はギルドニュージェネレーション。おお、なんだってんだいこの揺れは。いいところだってのに。おい見ろ、みんなあれ。あれってつぼみちゃん。でもなんかあれどんどん大きくなってるわよね。ここからでも見えるくらいに。一体どうしてってんだい、つぼみちゃん。あれってつぼみちゃんじゃないよね、しぶり、しまむ。うん、あれってもしかして植木ちゃん。
ムーサの町、さっきまであんなに賑やかだったのに。一っ子一人いなくなっちゃってるね。無理もないですよ。植木ちゃんがああしてそびえ立っちゃってるんですから。私たちは植木ちゃんの中に囚われた人々を助け出さなくてはいけないわけですが。厄介なのはあの花粉だね。くしゃみが出るのはもちろんだけど、なんだか魔法の効果もあるみたい。布で口を覆うくらいじゃ防げないですし、吸いすぎると頭がぼんやりしてきちゃうんですよね。困っちゃいます。遠くから矢などを追いかける程度ではびくともしませんね。あの外皮は見かけ以上に硬いようです。魔法攻撃が得意なキャルちゃんが捕まっちゃったのは痛手でしたね。あんまり強力な攻撃で壊したら中にいる人まで巻き込んじゃうから危ないと思うし。困りましたね。迂闊に近づけず下手に破壊してもいけないとなると、一体どうすればよいのでしょうか。みんな、じゃあさ、歌ってみるっていうのはどう？あ、なるほど。さっきも植木ちゃんは私たちの歌に反応したはずですもんね。ちょっとミオ、ウズキも。それで植木ちゃんがますます大きくなったりしたら事態が余計に悪化しちゃうでしょ。そうだよね。いえいえ、それいいかもしれません。え、おペコさん、植木ちゃんが本当に皆さんの歌で大きくなるんだったら、もう極限まで大きくしちゃいましょう。あの細長くて上の方が膨らんでる植木ちゃんです。大きくなるだけ大きくしちゃえば。あ、バランスが悪くなって、はい、バッターンって倒れちゃったりしませんかね。え、本当にできるのかな、そんなことは。リン様の不安はごもっともですが。でもなんだか面白そうです。うんうん、考え事してても始まんないし、やってみようよ。それしょうがない、やるとなったら本気でいくよ。さすがシブリン。それじゃあミュージックスタート。ちょっと待つにゃ。この声は、あんたらの下手な歌なんて聞いてらんないのにゃ。そうよそうよ。皆様、あそこです。植木ちゃんの口元あたり。キャルキャル、アイドルキャルちゃん華麗に登場にゃー。キャルちゃん、ここからは私たちプロスペリティキャッツのステージなのにゃー。そうよそうよ。左右のお二人は先ほどのオーディションに参加されていた方々ですね。なんだか随分様子がおかしくない？キャルちゃん、どうしちゃったんですか、その格好は。うん、まるでアイドルみたいだよ。みたいじゃなくて、もう私はアイドルにゃ。そうよそうよ。アイドル、キャルも？でもキャルちゃん、猫系のビーストだからって語尾にニャをつけて猫キャラをアピールするなんて。うん、ま
んますぎるよ、キャルキャル。あざとすぎるよ。ちょっと、そのイメージが変わりましたね、キャルさん。うっさいや。キャラ付けの一つもしなきゃアイドルってのはやってけないのにゃ。そんなことはないと思うんだけど。問答無用にゃ。あんたたちなんてこの歌で黙らせてやるにゃ。イエーイ。キャルたちの歌声が衝撃波みたいな圧力を。マッニャピニャピニャニャ。ピニャコラタさん、なんて言ってるんですか。魔力のこもった花粉が歌声で増幅されぶつかってきているということですか。自分の歌に聞き惚れて言葉が届いてないみたいだね。見てください皆様、キャル様の、いえ、プロスペリティキャッツのお三方のお体に小さな植木ちゃんが生えてしまっております。本当だ。さっきからキャルちゃんの行動がおかしいのも、私たちを攻撃しているのも、みんな植木ちゃんに操られてるからってこと。そうだよ、操られでもしなくちゃキャルキャルが友達を攻撃なんてするはずないよ。それは事情によるとしか言えませんね。ごちゃごちゃやってんじゃないのにゃ。死になさいキャルキャル。うわー。とにかく事情は何であれ早くキャルを元に戻さなきゃ。あちらが歌で攻撃してくるなら、こっちも歌えば向こうの歌をかき消せるかもしれません。そうだね、もともと歌ってみるつもりだったんだもん。やってみよう。つまり歌による戦いということですか。わあ、ライブバトルですね。私たちのステージ見ててよね。歌なら手加減はしないよ。全力で頑張ります。帰り討ちにしてやるのにゃ。そうよそうよ。キャルキャルキャルルフルパワーにゃ。歌なら歌でかき消せるかもって思ったんですけど、そう簡単じゃないみたいだね。でもまるっきり無意味ってわけでもなさそうだよ。何かあと一つきっかけがあれば。皆様苦戦しておられる模様です。何か私たちにできることは。コッコロちゃん、ニュージェネレーションズの皆さんを応援しましょう。はい、ピニャコラタ様も。ピニャあ聞こえません。応援してくれるモルさんの声。うん、
すごく勇気が湧いてくる。あと、それから…なんかわかんないけど、すごい力も湧いてくるよ。この勢いで押し切っちゃいましょう。うん、せーの、ごめん、まさか歌で吹っ飛ぶなんて思わなかったよ。ですが、ニュージェネレーションズの皆様のおかげで、キャル様たちに付着していたミニウエキちゃんが外れました。はい、これならきっと。
あんた？それに…あったた…頭いった…キャルちゃん、わかりますか？あなたの大親友のペコリングですよ。あ、勝手に親友になってんじゃないわよ。ふざけんなバカ。あ、キャルの語尾、ニャがなくなったね。よかった、キャルちゃん元に戻ったんですね。何のことかしら。私ニャとか言うキャラじゃないし覚えてないわね。アイドルキャルちゃん華麗に登場ニャー、キャルキャルーン。やめろー、殺すぞ殺すぞ本当に。ごめんごめん。もう本当どうして私ばっかりこんな目に。キャルちゃん、混乱気味なところにすみませんけど。植木ちゃんにさらわれてから一体何があったのか聞かせてもらっていいかな。キャル様と一時的にユニットを組んでいたプロスペリティのお二人は気絶してしまっておいでです。お怪我などはないようですが、話をするのは不可能かと。というわけでキャルちゃん、一体どうしてあんなことになっちゃったんですか？それは、あれよ。あれって…あっ！植木ちゃんの根元に拳台の穴が開いて、そこだけ景色が周りと違いますね。空間が歪んでいるのでしょうか。これってさっきシマムーが見たっていうやつ？どれどれ。四角い石の建物があって、本当にこっちとは全然違うみたいですね。ねえミオ、ウズキ、この街並みって私たちの街だ。間違いない。ちゃんと思い出せないけど絶対そうだよ。ピニャーピニャーピニャー。ここを通ればあっちに帰れるのかな。でもこの穴すっごく小さいですよ。私たちもですけど、ピニャコラタさんが通り抜けるにはかなり大きい穴じゃないと。にゃー、かなり大きい穴じゃないとウズキのお尻も通れないでしょうね。私そんなに大きくないです。まあ現状ではこの中で一番小柄な私でも潜り抜けることができない程度です。皆様が帰りたいのでしたら穴を大きくするしかありませんね。そうね。でそれはこの植木野郎の目的でもあるらしいわ。じゃあ植木ちゃんもあっちに帰りたがってるってことでしょうか。みたいね。でも現状だとエネルギーが足りなくてその大きさの穴を開けるのが精一杯なんだって。エネルギー？もともとはどうかは知らないけど、この世界での植木ちゃんはライブでのお客さんの盛り上がりがエネルギーになるらしいのよ。そうなんですか？お客さんの盛り上がりが力になるなんて、まるでアイドルみたいですね。まあ私たちと違って植木ちゃん自身がライブするわけじゃないけどね。そもそも鉢植えですからね。じゃあ植木ちゃんが新人アイドルの皆さんをさらったのってもしかして。そう、盛り上がりのエネルギーが欲しくてもあんたたちニュージェネレーションズだけじゃ一度に盛り上げられる人数には限度がある。
だから少しでもアイドルになりたいって思ってる子たちを魔法の花粉で操って集めて育ててより多くの人を盛り上げようとしてたみたいね。私たちが囚われた皆様を救おうとしたので、操られたキャル様たちはその邪魔をしようとしたわけですね。今の話が本当だとしたら結構とんでもないね。この植木ちゃんとぼけた顔してさ。まあ疑う気持ちはわかるわ。私だってこいつに操られてなきゃ今話した事情を知ることもなかったわけだし。ところで気になったんですけど、キャルちゃん。何を？今少しでもアイドルになりたいって思ってる子たちを集めてって言ってましたよね。あ、それじゃあキャルキャル、なんとアイドルになりたかったのですか、キャル様。え、そうだったんですか、キャルちゃん。年の女の子なら普通アイドルみたいに綺麗な服着てチヤホヤされたいって思うでしょ。少しくらいはさ。まあそんなに簡単なものじゃないけどね。いやいや、私にはわかるよ、キャルキャルの気持ち。もともとアイドルだったリン、ミオ、ウズキはともかく、ペコリーヌ、それにコロスケ、たちはなんで球根ちゃんに捕まらなかったわけ？アイドルになりたいとか全然思わなかったってこと？私は主様の従者であることが全てですから。もちろん主様がお望みとあらばアイドルと従者の二足のわらじを履くこともやぶさかではありませんが、私もお家を継ぐことが第一かなって。綺麗な服は着慣れていますしね。あ、もちろんアイドルに興味がないわけじゃないですよ。下手な慰めするんじゃないわよ。うわー、もうあの植木野郎、赤っ端に欠かせやがって。やっぱり攻撃魔法で焼き尽くしてやるわ。あ、落ち着いてください、キャルちゃん。そうだよ、さっきの猫キャラアピールもすっごい可愛かったよ。うんうん、まあ私は犬派だけど。それに植木ちゃんを焼き尽くしちゃうとニュージェネレーションズの皆さんが元いた場所に帰れなくなっちゃうかもですよ。あ、ねえ、ウズキ、ミオ、やっぱり向こうに帰りたい？わかんない。だってまだちゃんと思い出せないんだもん。でも何かあっちでやるべきはずのことがあったような。うん、何か大事なことの直前だったような、そんな気がする。よし、それじゃあ帰る方法探しましょうか。そうだね、向こうで心配してる人がいるかもしれないし。うん、もうこっちに来れなくなるって決まったわけじゃないし、忘れちゃってることもちゃんと思い出したいです。自分たちが本当は何者なのか。皆様がそう望まれるのでしたら、私たちももちろん協力させていただきます。しょうがないわね、こうなりゃ最後まで付き合ってあげるわ。いいですよね。いにゃあ、ありがとうございます皆さん。頼りにしてるよ。
そうと決まれば。あー、どうすればいいのかな。キャル様からの情報のおかげで、すべきことはだいぶ明確になったように思います。要はあの空間の穴を人が通れるくらい広げちゃえばいいんですよね。そのためには植木ちゃんにエネルギーを上げること。植木ちゃんのエネルギーはアイドルのライブを見たり聞いたりした人たちが盛り上がる時の感情なんですよね。理屈はよくわからないけど、みんなを盛り上げたらエネルギーになるっていうのは気に入ったかも。けど私たちだけじゃ人数が足りないから新人アイドルを集めてたんだよね。操られた人たちをそのままにするのは良くないですよね。その人たちをちゃんと助けるとして、他に何か手段があればいいんですけど、よりたくさん多くの人に私たちの歌を聴いてもらえるような。聞こえてる？はい、こちらギルド管理協会です。しっかり通じていますよ、美食殿の皆さん。オッケー。カオの方はどう？はい、まあ、こっちにもはっきり聞こえてます。よしよし、
他のところも大丈夫みたいね。10カ所くらい同時に通信魔法をつなげるなんてできるかわからなかったけど、なんとかなるもんだわ。わあ、ギャルちゃんすごいです。今遠くのギルド管理協会さんたちと会話してるみたいに、ライブの音をそのまま通信魔法で送ってもらえれば、いろんな街に私たちの歌が届けられるんだね。こんなこと可能なんだね。でもかなり魔力を使うんじゃない？キャルは大丈夫？余裕よ余裕。あんたの強化ってこういう使い道もあるのね。君もありがとね。ギルド管理協会さんだけじゃなく、知り合いの子みんなに声をかけてくれて、あっちこっちの町で用意をしてくれて、これって君の人望がなければできないことだよね。本当にすごいよ。ヒューマンのメイドの子、エルフの魔法使い、魔族の先生に、ビースト族のお姫様に、探偵に、吸血鬼まで、みんな女の子なのはちょっとびっくりしたけど。本当にすでに交友関係は把握しているはずの私もびっくりでございますよ、主様。あ、カリン様にはギルド管理協会のコネクションで各町でビラを配るなどの宣伝活動もお願いしています。ムーサの町のオーディションで優勝した新人アイドルたちによる記念すべきファーストライブって歌い文句ですよ。しかも各町に同時に歌をお届けする世界初のライブチューニングですから、これは大盛り上がり間違いなしですね。なんだかすごそう。ここまでしてくれたんだし、期待には応えないとね。なあ、あんたたち。あ、審査員のおばあさん。事情はよく知らないけど、ライブするんだってね。ならこの音響版を使っておくれ。オーディションで優勝したあんたたちのための新しい曲さ。ありがとうございます、おばあさん。うん、いい曲だね。頼んだよ、あんたたち。今はこんな騒動になっちまってるが、私にはあのつぼみちゃん、いや植木ちゃんが悪いものだとはどうしても思えなくてね。任せてください、おばあさん。植木ちゃんは私たちが絶対どうにかしますから。いやいや悪くないって、私操られてたんだけど。主様、植木ちゃんですが、現在も時折活性化し、花粉や球根ちゃんを放出しています。あんまり迷惑かけるようだったら攻撃を入れておとなしくさせましょう。でかいだけあって頑丈だから簡単には折れやしないでしょう。困った植木ちゃんはお尻ペンペンですね。にゃみんなにゃにゃ。うん。皆様、まもなく開演のお時間です。外のステージにはお客さんたくさん来てますよ。通信魔法を使ったライブチューニングも準備 OK よ。他の町の広場にも暇な連中がたくさん集まってるって。わかりました、ありがとうございます。そっか、そんなにたくさんの人が私たちの歌を聴いちゃうのか。緊張する。みよ、顔に楽しみって書いてあるよ。い
バレちゃった？そうですね、私もとっても楽しみです。ん？ウズキ？シマム？どうしたの？あ、なんだかおかしくて。何がでしょう、ウズキ様。だってちょっと前の私たちはあの村の人たちに向かって歌うのも恥ずかしかったのに、今では会場いっぱいのお客さんと遠くの町のお客さんにまで聞いてもらえるのをこんなに楽しみにしてるだなんて。そうだね。でも前はもっともっと多くの人に私たちの歌を聞いてもらってたような気がするよ。じゃあもしかして私たちってすごいアイドルだったのかもね。きっとそうですね。ピニャ。お、ピニャ。ネス、最後まで付き合ってくれてありがとね。うんうん、本当、ピニャと君がいてくれて助かったよ。ペコリーヌちゃん、コッコロちゃん、キャルちゃんもここまで本当にありがとうございました。とんでもありません。皆様のお力になれて嬉しかったです。このライブが成功しちゃったらもう皆さんの歌を聴けないと思うと寂しいですけど。練習も含めたら随分たくさん聴いてもらったね。せっかく私たちがここまでお膳立てしてあげたんだから、本番で緊張して失敗しましたとか勘弁してよね。大丈夫大丈夫、任せて。そうだ、ピニャコラタさん、大舞台に出る私たちにアドバイスとかありますか？ピニャピピニャピニャニャ。え、何それ。まあまあ面白そうじゃん、シブリン。そうですね、最近は美食殿の皆さんがいろいろ教えてくれたおかげで美味しいご飯をたくさん食べられましたし。じゃあ何にしようか。最近食べたものといえばグリフォンの手羽先とかキラービーの蜂の子炒めとかスライムのゼラチナ丼とか。ちょっと、そんなゲテモノ叫びながらステージに上がるとか失敗しても知らないわよ。そうでした、好きな食べ物でしたね。私はおにぎりが好きです。ほかほかご飯のおにぎりは最高です。ちゅるん、好きな食べ物、好きな食べ物、チョコレートとか生ハムメロンとかフライドチキンとか。皆様どうなさったのですか？全然思い出せなくて散々悩んでたのに。こんなので自分たちのことを思い出しちゃうなんて。変なの。ニュージェネレーションズの皆さん、こんな途端まで記憶が戻ってきちゃったんですか？ちょっと、もう開演よ、ちゃんと歌えるの？はい、どーんと任せてください。そして見ていて、美食殿のみんな、私たちのこっちの世界での最後のステージ行ってきます。そうだ、やっと思い出せた。私たち普通の女の子でアイドルでニュージェネレーションズで、そしてうわ
行っちゃいましたね。行ってしまいましたね、ピニャコラタ様も。そうね、ま、無事に帰れたらいいんじゃない。ねえ、もうちょっとしんみりしましょうよ、ギャルちゃん。まあ、そりゃあ、私だってちょっとは寂しくないわけでもないけどさ。それより、今回の依頼って実は相当儲かったんじゃない。え、そうでしたっけ。だってほら、あいつらがこっちに置いてった荷物とかライブの上がりとか私たちのもんなんだし。そうでしょ。キャル様、お気の毒ですが、そうしたお金の使い道はニュージェネレーションズの皆様から託されておりまして。ムーサの町の復興資金と次回の新人アイドルオーディションの賞金としてもう渡しちゃいました。わあ、こんだけ苦労してあんなに恥ずかしい目にあったってのに。それじゃあまた骨折り損みたいなものじゃないの。ニュージェネレーションズの皆さんの歌を記録した音響版はすっごく大事な宝物ですけどね。ふむ、キャル様、賞金でしたら次回のアイドルオーディションに優勝すれば受け取ることができますよ。はあ、なるほど、キャルちゃんが一人でアイドルするのが心細いって言うなら私たちもユニットを組んでやってあげますよ。キャルキャルーンでございます。やらないわよ、バカ。さんもさっきまで隣の部屋で VR のゲームをしてたみたいですよ。え、そうなんだ。プロデューサーも寝落ちして変な夢見てたりしてね。でも変でしたけど不思議な夢でした。うん、そうだね。初めてお客さんの前に立った時のドキドキとか、みんなで試行錯誤する時の楽しさとか、それに初心っていうのかな、そういうの思い出せた気がするよ。うん、せっかくいい曲をもらえたのに夢だったのは残念だけど。あれ、見てください、二人とも、今日のセットリストに追加されてるこの曲って。え、これもしかして夢の中でオーディションに優勝してもらったあの曲じゃん。でもなんでここに。夢だって思ったのに。夢は夢じゃ終わらなかったんですね。
響きが。